どういうあれだったのかな、あのそれよりもお父さんお母さんはどうなったとかさ、いろいろあるじゃん。それは考えましたね、本当にどこ行ったんだろうっていう。それは聞いたりしたんでしょ、職員の人に。うん、聞きましたね。うん、ちゃんと答えなかったですけどね。どういう言い方するの、そういうその職員。山いつか帰ってくるとか。あ、そういう言い方。うん、でもその時さ、会いたいっていう気持ちはなかったですけど、なかったけど、ほとんどなかったですね。ただそのずっと、うん、他の誰かと関わったことがないんで僕、うんうん、こう当たり前にある存在だったわけですよ。それがそのいいか悪いかは別として、でそれが急になくなるってなると、やっぱこう自分の中でこう違和感みたいなものもあるんですよね。そうだよね、と同時にやっぱ安心した安心になるんでしょうね、ほっとしたっていう。もうあんなことされなくて済むんだって、あんなことされてたのがおかしいんだっていうふうにだんだんこう思うようになっていきますよね。やっぱ自分の日常が非日常だったっていう。だけどさ、そのそういうこう子供時代をね、お父さんお母さん過ごして、で逮捕をきっかけにそういう施設の人たちとこう交わる中で、この大人たちもお父さんお母さんと同じようなことをしてくるかもしれないっていう恐怖みたいなものって、それはなかったの？だってそういう経験しか、言っていいかどうか分かんないですけど、うん、現にありましたしね、それも、うん、まあ、ちょっと言っていいかどうか分かんないですけどね、うんうんうん、現にあったんです、まあ、過去の方だから。でもね、あ、そうなんだ、うん、それ君が悪さばっかりしてたからとか、そういうことじゃなく、僕に対してだけじゃないですもんね、うんうん、やっぱあるんで、他の入ってる子供たちに対して、うん、体罰的なことかな。そうですね、激しかったんで、やっぱちょっと今じゃ考えれないような、うんうんうん、まあ叩いて何針かの横もいたんで、うん、でそこはやっぱこう、うん、まあ、全員が全員じゃないですけど、思ってたことっていうのが、まあ、一緒だなっていう、うん、あ、その全く一緒ってわけじゃないんですけど、うんうんうん、根本的になんかこう思いやりがない、思いやりっていうかこう優しそうなふりしてるだけなんかな。なるほど。やっぱその他の子供たちだったら親が来たりしてたんですよ、月に1回とか、うん、でその親の前ではすごいペコペコするんですよ、うんうんうん、で親が帰って見送ったりした後に、うん、態度がすごい変わるんですよね、やっぱそこの職員も。お前早く上上がれとか、うん、あれなんでこんな違うんかなっていう、うん、全員が全員じゃないですけど、中には本当にいい人もいたんで。なるほど。だからモルトと出会った時なんかも、二言目には大人は信用できないとかって言ったけど、やっぱそういうやっぱり原体験みたいなものは相当強くあったってことだよね。大人は、うん、大人はそうですね、大人は信用できないですよね、やっぱ。うん、何考えてるかやっぱ分かんないじゃないですか、うんうんうん、それみんな一緒だと思うんですけど、あ、どうも初めましてって話して、うんうんうん、すごい感じの良さそうな人だなって思っても、腹の中では何考えてるか分かんないし、うんうん、子供はそんなことやっぱ思わないですもんね、うん、僕が子供を見てってことですね。なんか本当純粋な純粋な気がしますよね、やっぱなんかこう、うん、子供に対してだけ恐怖感みたいなのも抱くことはないけど、大人に対してはやっぱありますよね、うん、嫌悪感、恐怖感、うん、何考えてるんだろうなっていう、まあ、みんなあると思いますからね、それは、うん。